こんばんは。これ何？どういうこと？ピカピカ。いいか。このまま行きます。こんばんは。今日はグループおしゃべり会ありがとうございました。ゆきちゃん目当てで言ったらゆなにも認知されてた。ほ、ちょっと待って、特徴言って。特徴、顔と名前を一致させたい。ありがとうございます。今日は杉本萌えと柴野ゆきと同じ3レーンじゃない、1レーンでやらせてもらいました。こんばんは。マイキーの特攻服のものです。これだ。そうなんだ。オッケーオッケー。ゆきちゃん T シャツ着てました。なるほどなるほど、うさぎのね、うさぎのね。あれ、いつも可愛いけど今日可愛いな。フルメイクしてるので、いつもはちょっとすっぴんに近い形でやってるんですけど、今日に関しては皆さんとお話しするっていうか、おしゃべり会があったからフルメイクです。抱き心地ランキング4位。ちょっとあれ圧かけた。あれユナはって言った。いろいろなうちはフリフリしてました。してしまったか。でも私も、私のうちはありがとうございました。嬉しい。こんばんは。あ、なんかごめんなさい。え、全然。そりゃね、すっぴんとちゃんとメイクしてるときは違うに決まってますから。今日のメイクのポイント、メイク、なんだろう、いつも通りなんですけど、最近はあんまりファンデーションを塗らないこと。踊ったりするときは特になんですけど、崩れちゃうとより汚く見えちゃうから、もともとの肌をきれいに保っておかなきゃなっていうのはね、思ってますね。あ、自分に合う洗顔料を見つけたので、ちょっとそれにかけてると言いますか。大丈夫なんですけどね。あとファンデーションがね、自分の肌の色よりだいぶ白いから塗るとちょっと浮いちゃうんですよね。今日お会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。私も嬉しかった。皆さん、名札つけてくださる方がね、いらっしゃって、やっぱりあっってなるよね。ギフトありがとうございます。タコパーティー公演の意気込みある？歌う。なんかもちろんダンスを一生懸命やるとか、
大きく踊るとかダンスをする上で頑張りたいことってあるんですけど、やっぱりダンス習ってた子たちってすごい技術がある、スキル技術があるから、その子たちに負けないようになとは思うんですけどね。歌は頑張りたいですよね。低くてあんまり響かないんですけどね。ゆなちゃん可愛くて後ずさりしちゃってごめんこんなんなのにさ、緊張する必要ないのにさ、こんなんだから。今日はおしゃべり会楽しかったです、ありがとうございました。私も楽しかったです。今日はマイグル持ってきてくださった方がたくさんいたの。結構いた、マイグル。ポ、ありがとうございます。こんばんは。今日はありがとうございました。ギフトありがとうございます。こんばんは。今日はマイグルで参加しました。そうなの、結構いらっしゃった。私がこの間あんまり残っとんですって言ったからね、ありがとうございます、よかったです。ゴーグルつけていったけど特に恥ずかしくはなかった。あ、本当ですか。結構いらっしゃったよね。仲間を見つけたら恥ずかしくない。もっともっとありがとうございます。アイドル1年生と思えないくらいキラキラしてましたよ。あー嬉しい、ありがとうございます。ゆきちゃんファンのカヌレ率驚いた。本当に 100% くらいだった。お話ししてて聞けなかった方もいらっしゃったんですけど、びっくりしたよ。なんかカヌレ首から下げてる方とかいらっしゃったからね、えー、と思ってそこにカヌレ、まあ人のこと言えないんですよ。私のこと応援してくださる方マイク首からぶら下げてるからさあのカヌレ首から下げてんのやばいとか言えないんですけどねカヌレ率びっくりした、ほぼ 100% でした。おでこにゴーグル恥ずかしくなかった、よかった、ありがとうございます。緑白のゴーグル。神対応ありがとう、楽しかった。え、そんなめっちゃ響いた今、そんな神対応だった。ゴーグルとマイク仲間多くて嬉しかったですよね。たくさんありがとうございます。鼻がかゆい。今日行けなかったので会社でマイグルつけてたら変な人って言われた。本当にマイグルしたの？本当にマイグルマイグルは勘弁してください大丈夫ですよ、強制じゃないからね。ありがとうございます。マイクを胸に貼り付けていきました。わかりますよ、名前見たらありがとうね、すぐ外したけどね。めちゃめちゃ可愛かったです、ありがとう。本当かね実物ちょっとちげえなと思わなかったかなと思って今日はありがとうございました、ありがとうございました。
マリナさんのところにマイクルで行きました。恥ずかしい。恥ずかしいよ。ゆうなちゃんは何とも会いたいって思う女の子だなと思ったよ。ありがとうございます。どこがどこか。マイクはいつ入荷予定ですか。ぜひ100円ショップに買いに行ってくださいね。マイクル準備できずに謝るしかなかった。全然大丈夫。そんな全員が全員マイグルだったわけじゃないからゆうなちゃん近くで見れば見るほど可愛いと思う。ありがとう。ありがとう。本当だよ、実物めっちゃ可愛かった。私なんだろうな、例えば自撮りするときに加工とか顔面をこう修正して撮った写真を見てから鏡見ると本当に絶望するんですけど、皆さんがそうやって褒めてくださるから嬉しいです。今日何回もなんとかなんとか受けたけど、絶対スタッフさんマイクとゴーグルなんだって思ってたはず。そりゃそうだよね。なんか一連はマイクとゴーグル持ってる人いっぱい来るな、カヌレ持ってる人いっぱいいるなみたいになってたと思うよ。今公演のこと、初公演の客席が楽しみ。私も公演楽しみ。私のね、公演をやらせていただくまでの目標は体力をつけること、少しでもつけること。ツアーファイナルは緑白振ります。嬉しい、ありがとうございます。緑白、ま、みんなに手振りたい。緑白見つける。ショートカットの日野さんと写真撮る機会あった。まだ撮ってないんですよ。今日の日野さんめっちゃ可愛い。あのなん衣装それぞれ 何個も着替えてたじゃないですか。日野さん全部見たんですけどね、全部の衣装着てる日野さん見たんですけど、めっちゃ可愛かったです。似合ってますよね、ショートカット。ゆうなちゃんはバラエティー班なの？違います。違うこんばんは。こんばんは。さすがに胸ポケットにマイクで行ったのに先輩スルーは泣いた。なんかここにつけてたらどうしたのってなるけど、ここだと意外とあの馴染むのかもしれないね。先輩方もお話しするのにお顔を見るからそこまで目がいかなかったのかも。スルーされたわけではなくて。今日はシナモンたくさん見てもらって嬉しかったです。すごいいろんな種類いろんな種類を見たよ今日は。シナモンのすごかった。お疲れありがとうございます。え、違うの？違いますよ。バラエティー班じゃないです。
花江行ってもいい？なぜ私に許可を取る？それはね、私のところに来てくださるとかさ、嬉しいんですけど、話したい子のところ行った方がいいと思うよ。圧はかけるんですけど、来てねって圧はかけるんですけど、私のところしか、他の子のところ行かないでとか、私のところにしか私のところばかりに来てとかではないですから。私は応援してくださる方、大歓迎な人なのでね、お話ししたい人のところ行って。今日はカヌレの話になってすいません。何が何が、私カヌレ好きですよ。もうすでに新しいカヌレを4個食べたかな。気に入ったらめっちゃ食べる人。全身のゆうなちゃん初めて見たけど、スタイル抜群に良かったし、性格もおじさんにも優しくて好き。スタイルいいか私。今日はちょっと厚底の靴を履いてたから身長があるように見えたのかな。実際160センチなんですけどね。それにスタイルいい方ではないと思うよ。知り合いがドハマりしてるみたいなので来てみました。どちら様でしょうか。私にハマってくださってる方誰？はい。誰？パチパチありがとうございます。こんばんは。知り合いって誰だ？じゃあ遠慮なく。そうだよ。花江好きでしょ？花江のところ行きな。でも私のとこにも来てね。新しいカヌレとはなんか新発売のカヌレ、コンビニとかでもそうで、そうだけど話題になってるカヌレとかね、チェックしちゃうよね。新発売になったらチェックしちゃうもの、カヌレとグミ。スタイルめっちゃいいと思うよ。いや私ふわーっとなってるスカートとかだったらいいんですけど、ピタッとしてるショートパンツとか履くと足が水泳やってた人の足。喋らないと清楚。やかましいわ本当に。清楚な木本です。安定のゆきちゃんが小さくて、確かに小さいよね。でもあれでもゆき厚底履いてましたからね。ゆうなちゃんお疲れ様でした。ありがとうございます。今日は来てくださって。ぼぼぼぼありがとうございます。こんばんは。仕事で来るの遅くなりました。ごめんなさい。お疲れ様。全然大丈夫ですよ。時間があるときに来てください。ほとんど毎日やってるから配信は。食感が好きです。カヌレ、そう、私が好きなカヌレは外がカリカリで中がもちもちのカヌレが好きです。こ
こんばんは。今日はおしゃべりしてくれてありがとう、ありがとうございました。うわ、おい、ハセスモモマロだって。何、今清楚な木本を見てたのかね。マイグルの人来ると急いでマイグルになる、もっと言うの可愛かった。そうそうそう、なんか全然わかマイグルの話題なんてわからないのにさ、私がさゴーグルここにかけてさマイク持ってたらさ、どうしたのってなるんでしょ。だからあの並んでくださってる方を見て、あ次マイグル準備して、こんばんは、はじめまして、こんばんは。毎日来たいけどタイミングがまず来たら終わってる悲しい感じです。あ、そうなんだね。私最近遅いから、まず遅い時に配信しちゃってる。リアルにゴーグルマイクってどんくらいいるの？今日は、難しいな。ゴーグルマイクでしょ、10人くらいかな。この間5人いるかいないかだったから、しかもなんかバッグから出すとかじゃなくてちゃんと装着してきてくれてすごい嬉しかった。あとポもいた、ポウチワもいましたよ。ポとかね、スケッチブックにポとかねもうポポポポ。カヌレって何ですか？洋菓子？ラム香る、ラム香る洋菓子難しいな、カヌレの説明。結構いた、そう結構ねしてきてくださった。着ている洋服が気になりすぎる。私これ一目惚れして買った服、こういう感じで下はちょっとこう長くてスカートになってるんです。可愛いでしょ、これ一目惚れ。マイグルがちゃんと机に置いてあるのさすがだったよ。一部一部持って帰ってきてって忘れたら困るから、もうずっと置いとこうと思って休憩の間もねずっと机に置いといた。こんばんは、今日は初めましていけました、ありがとうございました。そうだよね、やっと会えたって感じだった、ありがとうございました。待機エリア奥のポです。確かにそうだねそうだわ。悔しいけどポは用意できませんでした。いいですよ、全然ゴーグルとマイク持ってたじゃないですか。ポって何ですか？私の肩結構ポキ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 なるんですけど、配信中にもなっちゃって、そしたらポキモトポキモトって皆さんにいじられて、それからポキってあだ名になってポです。あの肩が鳴る木本ポです。めちゃくちゃ可愛い洋服ですね、大人っぽさと可愛さがあります、嬉しい。そう、私だ、昔の私だったら着ないなって思います。まだ会えてません、時間がある時にお話ししましょう優奈ちゃん呼び名が多すぎて。そうなんだよ、元優奈なんて最近呼ばれてないよね
ちゃんとさ、私さ、自己紹介のためにまたようなこと木本優奈ですって言ってるんですけどね。皆さんポキモトって呼びますものね。木本優奈全然浸透しない。最近は肩よりお腹が鳴る木本。そう、でも踊ってると鳴りますよ、ポキポキポキ。こんばんは。目がほんとかわいい、嬉しい。次はポのうちわも用意します。ありがとう。ゆうなうちわも嬉しかったよ。私服すごく似合ってた、嬉しい。こういうなんかちょっと暗めの色が自分的には好きで、自分の肌とか顔にも合うかなって。自分は元ユナとしか呼んでない。ありがとう、公式のニックネームを。今日行けなかったけど、例見たらアラマだった。アラマ？何何アラマって。水泳はどれくらい習ってたの？9年くらいですね。言っても9年なんですけどね、最近全然泳いでない。ハルチの自己紹介の紙にしっかり KMT48 って書いてあるの、さすが。なんか私が先に紙、自己紹介の紙に KMT 小文字 KMT48 ようこそって書いてたんですよ。そしたら春も KMT48 一期生って書こうかなとか言ってから、あ、じゃあ書いてとか言って。確かに元エナって呼んだことない。あ、本当？木本かな、やっぱ。どこで浸透してんの。自分はゆうゆって呼びたい。ゆうゆ呼ばれたことないな。今日歌う予定です。皆さん気づいてくださったかな、私今日の朝かな、今日の朝、昨日の夜、今日の朝前髪切ったんですよ。気づきました？皆さんいるかな、気づいてくださった方いるかな。前髪切ったんですけど、元の目覚まし欲しい。いきます。おはよう、朝だよ、起きて。以上です。なんて言ったらいいの。KMT48 のはるかちゃんは同期だ。そうそう、同期期生。もちろん聞く、気づかない。すみません。おい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 、大釜行ったよ、ありがとうございます。真ん中長め、そうかな、これもしかして巻き方かな。こうやって持ってパッ、ほら見て、パッツンじゃない、めっちゃ。そうだと思ってた。すごい、すごいです。すみません、気づきませんでした。もちろん気づかない、すまん、気づかんかった。きっ
だから前髪バラバラなの、バラバラかな、ちょっと私 うまく切れたなとか思ってたんですけど、あれれれれ。どのくらい、 1.5 センチくらい、すごい長かったんです。これぐらいあったからすごい切った。3日前から気づいてた。今日切ったって言ってるからね。3日前はさすがにないかな。全然長い頃だな、3日前は。イヤホン壊れるわ、ごめんね。なんて言ったらいい、私。明日気づきます、よろしくお願いします。明日ちょっと前髪切ったって言ってください。明日気づきます、よろしくお願いします。明日言って、前髪切りましたかって。今日なんか1ミリくらい切ったらいいんじゃない、そしたらすごいってなるかな。1ミリしか切ってないのに気づいたのって明日。ありがとうございますおさるさん。ハルチュンルームから参上ありがとうございます。さっき、さすがにあれかな、壇上は乗ってなかった。じゃあちょっと1ミリくらいとか、この触覚のところ少しだけ切るとかしようかな。誰にも気づかなかったよ私の前髪、残念なことに。触覚少しは激ムズだから明日前髪切ったとか一言でも言ってくれたら、うん切った切ったってなるから。ライブのアンコールはショーパンじゃなくて赤いスカートなんです。あ、今日は22時までの予定です。だから皆さん下前髪切ったって聞いてください、よろしくお願いします。前髪伸びたはダメですか、だから切るんだってば、まあ、切ってたら伸びてるわけないじゃん。普段はスカートあまり履かないの、うん履かない、スカート履かないです、あんまり。ロングスカートを履くのか、ミニスカートを履かない、あんまり。ギフトありがとうございます。前髪切った、うん切った。今日の朝切りました前髪。おしゃべり会ありがとう、ありがとうございます。緑白ハート前髪切った、切った切った、気づいてくれた、気づいてくれた。春一言も前髪について今日は話してないけども。芝公園でもったい泣きになる、あれ、ありがとうございます。
楽しかった。千葉公園リップ買いました。買えてないよ、いつも配信で使ってるリップだよ。ダイナミックつけたことある？ないよ。今日の前髪じゃん。そうだよ、変な癖はついておりません。南川が来ました。 KMT48 育成です。ありがとうね、自己紹介の紙にも書いてくれて育成ですって。家族はちなみに前髪切ったの気づきましたか？ママの真横で切ってました。だからママは気づいてるはず。そりゃそうだよね、目の前で切ってんだもん。ギフトありがとうございます。私何位だった？さっきの配信、春の配信、私何位でしたか？こんばんは、ポ、ありがとうございます。はるかルームからかな、ありがとう。完全にはるかルームだね。バスケ、カエル、サル。こんばんは。皆様、推しのメンバーのアバターは出ましたか？これから大釜から家に戻りますね。おかえり。おかえりじゃないね。なんて言ったらいいの？気をつけてねだね。気をつけて帰ってね。お帰りじゃなかった、全然間違えた。歌声はマジで好きや。わってなんだろうね、歌声は。はるちゃんとりりのちゃんしかない。あ、そうなんだ。でもはるとりりのだったんだね。出ませんか、ポキモト出ませんか。気をつけて帰ってください。そうそう、お帰り言われたいけれども。まだ出ないですか。ギフトありがとう、ありがとう。まだ出ないか。今日は何歌おうかな。取れる、取れた、ありがとうございます。前回はゆなちゃん出たけど今回はまだです。そうなんだ、私だ出したいって思ってくれてることが嬉しい。なんか出たので着替えてみました。おー、ありがとう。出たの、ガチャの引き弱くて。あ、そうなの、そっか。
自然渋滞、そう、ないんですよ。ないから、でも全然違うんですけど。振り返った時に君の存在を知った。見た目ではないその性格にどんどん惹かれて、やっと理想の彼女と分かった。僕なんか今さら君のそばにいちゃダメだ。募らせた想いをどんな言葉で伝えればいい。僕なんかこのまま遠くで盗み見ながら、情けない自分に諦めろとつぶやくだけ。初めから間違ってた愛しさの調子がいいやつと君は呆れちゃうだろう。鈍感でごめん、一目惚れとかしたことないから、心の声を聞こうとせずに。君なんかもちろん僕にはもったいないけど、一生で一回そんな奇跡起きないかな。君なんか僕には手の届かない窓が、分かってはいるのにこの動機が止まらない。この恋よネガティブになるのは僕がいけないんだ。自分に自信がなくて、僕なんかって否定的になる。できるなら一瞬僕に振り向いてくれたら、この愛が確かに真実だって証明しよう。君のそばにいちゃダメだ。募らせた想いをどんな言葉で伝えればいい。僕なんかこのまま遠くで盗み見ながら、情けない自分諦めろとつぶやくだけ。初めから間違ってた思い出の残し方。僕なんか僕なんかもう二度と言いたくない。ありがとうございます。喉が枯れちゃう。あ、ギフトたくさんありがとうございます。うわー、
ありがとうございます。喉が良くない。ありがとうございます。ですね。ありがとうございます。ギフトありがとうね。とね、上手じゃなかったのに。最後に歌って大丈夫かしら。うー、水分今ない。あと
あと1曲歌持つかね、喉喉、うんうんうんうシャーベットピンクの振り入れした。それがですね、オーディションの最終審査の時にシャーベットピンクを歌わせていただいたんですけど、その時に踊ろうと思って、自分であの動画見て覚えて、最終審査で
踊りながら歌いながら踊ったんですかな。そうなんです、思い入れのある曲です。サビだけね、振り覚えていったのって言ってもサビだけだから、それをやりたくてスカート、いつもズボン履いてるんですけど、スカートをはいていきました。翻したかったので。そう、その最終審査の時はね、声がね、スカートを翻しがね出なくてね、まあその後もすっごいひどかったんですけど。全然ダメでした、喉が閉まっちゃって。くまさんありがとうございます。くま翻したかったので、そうスカートでしょやっぱり。でも受かったやん、そうよかった、嬉しい。失敗したけど、大失敗だけど。それでは壇上を読ませていただきます。13位としさん、ありがとうございます。12位音速の貴公子さん、ありがとうございます。11位突破Qさん、ありがとうございます。10位日和げたさん、ありがとうございます。9位新潟和さん、ありがとうございます。8位のぶさん、ありがとうございます。7位とまおさん、ありがとうございます。6位埼玉のりゅうちゃんさん、ありがとうございます。5位まこいもさん、ありがとうございます。4位ノーネームさん、ありがとうございます。3位わたちゃんさん、ありがとうございます。2位たかおいちゃんさん、ありがとうございます。1位片山さん、ありがとうございます。ありがとう。今日もたくさんコメントありがとうございます。全部読めなくてごめんなさい。ポポ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 、ありがとうございました。グループおしゃべり会もありがとうございました。ではおやすみ、ありがとう、またねー。